はいどうも、キスケです。ということで本日はゴッド悟空を使っていこうかなと思います。技構成はこんな感じ。ゴッドバインド、シェンロンオーラ、ゴッドカメハメハ、ゴッドインパクト、ゴッドバーストカメハメハということで、このゴッドバインドをね、ちょっと使っていきたいんだよな。バインド系の技っすね。これまあ、代表的なもので言うと、誰だっけ、グルドか。グルドのスキルにもこういうのがあるんですよね。金縛りっつって相手の行動を5秒間封じることができます。5秒ってすごくない？めちゃくちゃ長いよね。まあこれをね当てて何らかのブラスト技をぶち当てていこうかなと思います。まあ、当てるタイミングがねクソ難しいんやけど、これ使ってる最中はかなり強いアーマーがねつくんで、ゴリゴリ使っていこうかなっていう。スキルストック3使うんですけど、3溜まったらブッパみたいな、近づいてゴッドバインド、近づいてゴッドバインドみたいな、すごいいやらしい戦い方をしていこうかなと思います。ということで、よろしければ今のうちにチャンネル登録できる方はお願いします。それでは早速試合の方をやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょうか。ゴジータ4ですか。いきなりいやー、何分ハードルが高いもんですわ。対戦お願いします。一応やるかい。聞いためて当たったね。これ強いよね。はい、悪くないよ。あ、嘘。はいはいはい、追撃全て入っていく。これ6000ダメージ入るからね、あれだけで。はい、悪くない。 OK、 いいダメージじゃないか。マジで1万2000っすよ。すごいもんです。はい、ダッシュが早すぎて堪忍なんだがこれでも食らえ、ほらこれガード不可能なんですよね。間違えた間違えたガード不可能プラス何だっけ、アーマーつくんですよね確か。はい、いったか。よし、対戦ありがとうございました。自分の体じゃねえみてえだ。オラの想像以上だ。さあ対戦やっていきましょう。ご飯2ですね。親子ご飯、息子です。僕が戦わないと。特殊なセリフとかはないんですね。なるほど、 OK、 いいね。はい、あーマジ上ガードしてんのか。賢いな賢いね。うん、はい、いいよ。あ、追撃しないタイプかな。入れちゃうよ。じゃあ弾丸とガシガシと殴っちゃうよ。嘘。 OK、 いいよ。はい、うーん、持ってるよねそれ。それ強いよなマジで。コンボ終わっちゃうもんなそれで。はい、追撃しないタイプ。バインド溜まったね。あー打てなかったはいはいはい、殴り手放題か、もしかして。これでも暗い、ほら。あ、やべ絶対やらんでよかった。ただの使いたがりになっちゃったよ。あー、よかった、外した危ねー。ボットのパワー見てんじゃなかったんか。さあ再戦、対戦やっていきましょう。お願いします。僕が戦わないと。少しはゴッドの力が。なんか特殊なセリフもあっていいんじゃないかなっていう。勝負と行こうぜ。ペアなんですけどね。低空飛行で戦っておりますうまいね。オーケー、悪くない。よーし、あー危ねなんだ今の。どうやってするんだそれは。
もう40時間以上プレイしてますけど、ようわからん動きがありますわ、ほんま。はい、あれ、マジか。ちょっとこのセルゲームのさ、フィールドがさ、なんか変な割れ方してすごい引っかかるんやけど、やめてもろて。ほい、危ない。なんとか、うまっ。いやー、スパーキングモードには入れないよ。強い、それ。スパーキングモードには入れさせないよ。間違えたマジで使いたがりなんやけど。避けた。あれ、あー、よし、あざした。なんだ、ゴッドのパワー見てんじゃなかったんか。さあ対戦やっていきましょう。身勝手の悟空、兆しか、あー、英語か。いつもとはどこか感覚が違う。極みではないんや。こだわりを感じるね。まあ、確かにね、まあ、見た目で言うとね、俺兆しの方が好きっちゃ好きなんだよな。あ、やべ、そんなこと話してる場合か。進化せよ。はい、オッケー、悪くない。嘘、マジかい。いや、そのさ、気弾嫌だね。あー、強い。いや、しっかりガードしてんの見たら、これ入れてるよね、瞬間移動めっちゃ強い。はい、一気弾して、あ、なんだ、あー、アーマーつくんや、強っ。はいはいはい、バイド、よしこれでも食らえ。おら、5秒間動けへんってやばいよね、普通に考えて。いや、これ気力がないわ、無理だ。うわー、まずすぎー、まずい、まずい、まずい、これはまずい。くそ、あ、当たるか。いやー、ダメだったか。やっぱ身勝手の方が上か、ゴッド悟空より。俺を倒して証明したいんだ。さあ対戦お願いします。ベジットですね、スーパーベジット。見してやるぜ、スーパーサイヤ人。あ、重残像剣だよな、厄介っすよね、マジで。試合時間どうしても長くなっちゃうもんね、多重残像剣とやると。オッケー、あー、ミスった。オッケー、いやー、ミスった。あー、それそれそれ、武空客を出したかった。おい、早すぎいやー、精神と時の部屋ね、狭いからさ、このラッシュ攻撃クソほどあれなんだよな、早いんだよな。ミスター、スキルストック3溜まっていく、使わない。あー、使った。使うよな。あー、ダメ、よし、引け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 、引くんだ、引け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 、付き合うんだ、よし、引けさすがにもうないやろ。はい、あ、そっち、残像剣ではなくバフに使ったと。なるほど、その心意気や。よし、ミスった。コンボミスマジもったいね。何、ああいう倒れたタイミングとかで多分使うのが強いんだろうな、多分やけど。当て方がね、マジわからん。ナイスナイス。はい、めっちゃ逃げてるあ、多重残像じゃない、へえ、そうなんや。あー、痛い、それはやばいな、体力。いけそう、あ、無理か、くらい、よし
アーマーでゴリ押しだ。大変ありがとうございました。自分の体じゃねえみてえだ。俺らの想像以上だ。さあベジットブルーが出てきましたが、さっきスーパーベジットを倒したところからあれやな、真の力を見せてやるぜみたいな、そういう感じなんだろうな。対戦お願いします。体力がね1ゲージぐらい多いからね、相手の方がそれがまずいんだよな。強い強い強い、結構当てにしてる。 OK、 あーうまっ。まずいか。はい、気力ね。はい、気力がない。フルパワーやめてもらって、いやまずい、マジでまずい。冷静になれ冷静になれ。危なっ危なっ。 OK 当てみ連打マンだ、お互いとも。さすがにその距離じゃ無理だろう。はいはいはい、長い長い長いわこれ。長いわ。あれたまに好かるよな。おお、何やってんだ、マジかよ。目の前でいられたわ、衝撃。それでもくらい、バインド、ほらー、よーし、おりゃー凶悪です。5秒間はやばい。またかよ、避けないと死ぬねこれ。目押しか。はい、よーし、いいよ。いやまた気力マックス強いねそれ。止まった。いやスパーキングモードに絶対的な自信を持ってますねオタク。これでもくらえ、バインド。おらいやーいいじゃない、まあ、普通は当たらんと思うけどね多分。自分の体じゃねえみてえだ。俺らの想像以上だ。さあ破壊神トッポか、初めて当たるかも。どういう技持ってんだろうな、使ってもないし。うん、どういうキャラかも分かってないわ。 DP8 っていうことだけは知ってる。お願いします。 OK、 あーまずい。はい、なんでスカったぞ。なぜスカる。無空客も持ってる。はい、悪くない。はいはいはい、うん、いいね、悪くない。ここ、え、散らしてくれる。おお、後ろがガラ空きですよ。俺も使っちゃおうかな、ゴッドインパクト。うわかっけえ、マジでマジでかっこいい。あーバフか。ローリングハンマーも持ってると、まずは優秀やね普通に。あー吹っ飛ばしちゃった。 OK、 ほらほらほら、上から失礼。よいしょ、これでも暗い。モッドバインド、おりゃー螺旋眼、よーしめちゃくちゃ無理やり使ったったぜゴッドバインドをな。これが神の力だ。お、セルだね。セルか。いやセルの登場シーンめっちゃかっこいいな。あ、特殊や。そのような力がサイヤ人にあったというのか。
特殊なセリフだ。オラたちあれからさらに強くなったってことさ。なるほどね。セルとも戦ったことないな。オッケー。うお、うまっ。うまいね。ドーゴンしてくるか。超カウンターか。はい。あー、嘘。はい。はい。はい。よーし。いいよ。悪くない。これは取り合ってるな。ちゃんと勝ててる。超カウンター強すぎ。うますぎ。脇キュッキュッて締めてるね、相手。クイクイっつって。うん。上から失礼。あー、ゴッドバインド使いたかったけど、無理やったか。はい。ナイス。いいじゃない。これでも暗い。あー、見えへん。アーマーつくとは言ってもって感じなんだよな。あ、当たるか。危な。オッケー、いいね。丸ボタン長押しで決着つけようぜ。殴り合おう。はい、いい。これは勝ったっしょ。オッケー、オッケー。危ない。はい、うまそれ。はい、そこで取ってくるのマジうまいね。バフでいこう。はい、よーし。超カウンターがすげえ強かった。さあ、身勝手ですね。いやー、これリベンジマッチしたいな。同じ人ではないよね、さすがに。さっき A の5とかでしたよね。少しはゴッドの力が分かってきたぞ。まあ人は違うがキャラは同じ。身勝手に復讐させてもらおう。対戦お願いします。ててイライラ出て出て出て。違うんです。違う。はい、うん、うん、なるほど。反応しないタイプ。間違えたけど当たった。さあ、バフっていうか気力回復か。強えな、気力回復。マジ便利っすよね。 OK、そっからスパーキングモードにね、一気につなげることもできるから強い。でね、あの背後の取り合いとかも勝ちやすくなるからね。じゃ強い。一気に体力ひっくり返ったやんけ。ふざけんなよマジで。背後取った。マジか。いやー、その気力回復マジ強いな。あー、でも勝てそう。あー、マジ油断すんな。まずい。極みになっていく。マジかよ。体力回復すんだよな。危ないね。気力がないわ。オッケー、いけそう。うわー、マジ。よし。情けねえ勝ち方やけど、勝てりゃよしです。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、本日はゴッド悟空を使ってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、連度が足らなすぎてゴッドバインド全然当てれんかったんやけど。多分ね、まあその派生技振って相手ひるませてからこうゴッドバインド狙ったりとか、相手の大技を避けてからゴッドバインド狙ったりとか、まあ、そういうピンポイントで使うような技なんだろうな。俺みたいに振りまくるような技じゃないっていう、多分そうっすよね。まあでも楽しかったら OK ですよ。はい、っていう感じでした。めちゃくちゃかっこよかったね。ということで、このチャンネルではこれからもスパーキングゼロの動画をバンバン出していきます。よろしければチャンネル登録や高評価で応援のほどお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。